こんにちは、つつみです。第40回お待たせしました。第40回座談会いきます。はい、ということで、早くも40回になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。今回いただいたお題、好きな曲は何ですかってお題を聞いていただいたので、はい、ではどちらからいきますか。じゃあ、八谷先生からいきましょう。はい、僕は結構激しめのだが、まあ、僕バンドやってるんで、結構そういうロック系な歌が好きなんですけど、最近発売した曲の中で、はい、今一番ハマってるアーティストさんっていうか、がナンバー69っていうハイスタンダードのボーカルのナンバさんが作ったバンドがあるんですけど、最近そのフルアルバムが出て、最近ずっとそれ聴いてます。走る時も聴くんですか、曲？聴きます。でも、ずっとそれですね、最近は。あ、ずっと。走る時も？もうずっとそれですね。なるほど。それしか聴いてないですね。ずっとエンドレスでそのアルバムを聴いてます。あ、なるほど、ね。はい。野村先生も走る時は聴くんですか、はい、曲？僕、そうですね。なんか作業しながら聴くことが、はい、多いんで、まあ、邦楽というよりは洋楽でなんかもう、こんなんないながら聴くような曲が多いんで、そうですね、好きな曲っていうのはあんまないんですけど、なんかそうですね、テンション、僕もどっちかというとそのテンション高いような、まあ歌詞があんまり理解できないような、その方がでもいいらしいですよね。そうですね、そうやって言うと、ヨガ君歌詞分かんない何がいいのって言われるわけですけど、それがいいんだよ、それがいいんだよ、なんかあのね、スピリットがいいんだよって言って笑われるんですけど、そんな感じの曲が僕は好きです、ね、よくあの YouTube とかで、はい、テンションが上がるプレイリストみたいな、そうですそうです、うん、ああいうのを聞く、そうです、あの1時間とか結構やっぱ作業しながらスマホ使うのめんどくさいじゃないですか、はい、走りながらとか、うん、だからもう1時間とか30分とかまとめてドーンと聞こえるような、あ、なるほど、僕は聞くことがどっちかでと多いかなと思います。なるほど、まあ、その中でもやっぱお気に入りのリストみたいなのありますけど、感じが多いです、ね、なるほどなるほど、これは勉強になりました。ちょっといただきます。ぜひ使ってください。つみさん何かありますか。僕はあのボヘミアンラプソディを見てからですね、あ、はいはいはい、クイーンさんばっかり聞いてます。あ、なるほど、長いですね。いまだに長期間、いまだに聞けないですね。ということで、また次回お待ちしております。はい、お待ちしてます。ネタをお待ちしてます。はい。